今回はですね、いただいた質問にお答えするんですが、テーマとしてはですね、おしっこの匂いの話になります。何か質問があればですね、コメント欄や公式 LINE でお待ちしていますし、いいと思った動画には高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今日いただいた質問はですね、おしっこをした直後は匂いがないのに、だんだん匂いが出てくるのはなぜですかという質問になります。小学生からの質問ですが、なかなか鋭い質問かもしれません。一応匂いの仕組みと、すぐに匂う場合もあるので、その時に考えられることにも触れていきたいと思います。じゃあおしっこをした後にですね、匂いがだんだん強くなる仕組みは、基本的にはですね、した直後はわずかな匂いです。ただだんだんアンモニア臭になりますよね。これはですね、排尿直後は尿素なんですけれども、細菌っていうものの働きでアンモニアに変化してくるので、だんだんアンモニア臭が出てきます。少し踏み込んだ話をすると、食事から摂取したタンパク質は体内で分解されてアンモニアになります。これが肝臓で尿素となって、おしっことして出てくるんですけど、この尿素がですね、細菌っていう、感染症の原因とか、いろんなところで登場する細菌っていうものがあるんですが、このですね、細菌が持つウレアーゼという酵素によって分解されると、またアンモニアに変化するんですよね。それが匂いの原因です。じゃあ場合によってはですね、直後から匂いが強い時もあるけどって思う人もいると思うんですよ。例えばご高齢の方でおしっこをした時にすぐにですね、アンモニアの匂いが気になる場合があると思います。その場合はもしかしたらですね、尿道とかが細菌感染を起こしているかもしれません。加えてですね、痛みや違和感を感じる時は膀胱炎の可能性もあるので、必ず受診してください。他にもニンニクとかコーヒーを取りすぎると匂いが移ることがありますよね。そういった場合はもちろん心配はいりません。すぐにですね、アンモニア臭がするときは細菌感染を疑うっていうのがまとめになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかですね、高評価よろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンやコメント、チャンネル登録お願いします。田舎の薬剤師チャンネルは、薬の説明が聞けて質問できるチャンネルです。さらにリクエストもできて、メンバーシップでは優先的に返信し、薬以外のことや個人的な健康相談も可能です。とりあえず無料のチャンネル登録はとてもおすすめです。一番そばであなたの健康を応援したいと思っています。お大事に。